どうも、若クです、えー。我が天下、えー、ついにですね、来ました、えー。ゲームアップデートのお知らせという形で、えー、ホームページの方出てましたので、えー、紹介をしていきたいと思います。えー、まず日付としては、えー、今週の水曜日ですね、まあ、基本的に我が天下の アップデート水曜日がほぼほぼなんですがえだ、ー、いいつもと同じ時間です3時から4時の間を予定という形で、えー、内容としては、えー、心臓、えー、改善、えー、調整ということで新武将勢力増加武将調整ですねちょっと新しい武将出るの久しぶりなので、えー、かなり楽しみなアップデートです中国版の方はもう 実際このアップデート終わってるみたいなんですが、えー、あとは、えー、週末イベント、えー、模擬戦の内容の変更ですね、えー、であとその他の調整っていうことで出てます白、まあ、を偵察した時武将の兵士も表示されるとか、えー、白旗は開、えー、戦後に使用可能に調整限定募集イベントを、えー、やめるよという内容ですね、えー、まあ、ちょっとこのあと今回のメインの新勢力 水産一部武将官職調整についてということでここをちょっとメインに話していきたいなと思いますで今回ここにも書いてあるんですけど食後義、えー、軍ですかね勢力以外に新たな勢力が追加されますということで新たな勢力入ってくるのはこれ我が天下史上初ですね、えー、ここにも書いてあるんですけど、えー、その名前は「神」ですこれ「神」って呼びます 三国時代に終焉をもたらす国家であると書いてあるんですがちょっとこのあとですね「信、えー」って何ぞやって思われる方多いと思うのでちょっとご紹介したいと思います。これですね、えー、左から「義」「職」「信」「語」という形で、えーまあ、ちょっと時代背景の話をしていきたいなと思うんですけど、まあ、三国志って、まあ、その名の通りなんですけど「義」「五」「職」の えー、三国の時代が、ね、長い間、えー、続いたというようなものですね、まあ、大体基本的に220年から280年ぐらいまで続いたと言われていますで、えー、この「信」っていうのはですね、えー、ちょっと歴史で追っていくとまず220年曹操の子曹妃ですね曹妃武将でも言いますよね曹妃によって魏の国が建国されます でその二百221年に劉備がですね蜀を建国でその後翌年に孫権が呉建国っていうことで三国時代が222年からスタートしていきますでそこから約41年の時が流れて魏によってですねまず最初蜀が滅びます、まあ、劉備で有名な蜀ですね魏は曹操で有名なんですけど えーまあ、実際は、えー、曹操の子供の宗妃によって、まあ、建国されたと言われてます。で次に、えー、その後ですね義がですね実は、えー、乗っ取られてしまいます。でそれが誰かっていうと芝一族今回秦の、えー、国家を担ってる芝一族の芝燕っていう、えー、人によってですね義が乗っ取られて秦、えー、が できますでその芯によって義から変わった芯によって碁が滅ぼされるよということでまたちょっと詳しく知りたい方は三国志の歴史などちょっと見てみてください。ということでとにもかくにも新勢力が増えますとこれが今回のアップデートにおいて一番大きなところであります。でこの後もですねちょっと長めの動画になるんですけど えまあ真の武将の紹介とえその後にに今回ですねまたスキルだったりが変更になる武将もいますのでその武将たちを紹介していきたいなと思いますで実際まあ真の国っていうのはさっきもちょっと話したんですけどまあ基本的に芝一族えまあ今魏の中で SSR 武将でいる芝居ですね えー、そうそうと組ませると結構スキル強いんですけど、まあ、その芝居から始まってる、ね、芝一族っていうのがメインになってきます。でえー、まあ基本的にその秦の帝国っていうのはですねまあ実はまあ最後その三国を統一した、まあ、すごく まあ強く強大な国であると同時に、まあ、実はですね要するに、まあ、どの国と比べても、えーまあ、統一させたっていうのは一国にしたよっていうのは素晴らしいんですけど、まあ、どこよりも早く、まあ、ある意味滅びちゃったよっていうような国ではあります。では,ではここから えちょっと武将の紹介ですが SSR が8体紫の SR 武将が12体増えますよってことででも意外に見てみると真の国なんですけど芝一族って結構少なくてえいるのはまず芝将一番左上の SSR でいてでその後って紫武将のさっき紹介した芝園とあとば氏がいて意外に芝って入ってる人たち少ねえなっていうのが まあ印象です後の SSR の武将たち結構有名な人たちいますけどうんまあちょっとこれだけだと分かんないですねで今回の内容ではそんなに掘り下げてこのアップデートの武将の個々の情報までは出てなかったのでまたそれは追って出てきたらご紹介したいなと思います。 で、えー、次が、あれですね、この真の武将なんですけど、えー、アップデート後のイベントで、真武将募集っていうのがあって、真の SSR 武将は週替わりで募集可能と、で1人1週間、えー、紫武将は3人で1週間。 イベントは8週間継続しますよっていう内容なんですけどで、イベントでは犠牲力を募集することで確率で新勢力の武将が出現しますというふうに言われているんですが、ちょっといまいち内容がよくわかんないですね。保証としましまて銀 犠牲力の SSR 体募集後次の SSR 部署は必ず新勢力の武将とうんどういうことなんだろうちょっとここはこの文章を見るだけだといまいち理解できないんですがもし分かる人はコメントいただけると嬉しいですで次に感触進化レベル 制限ということで感触の進化レベル制限を設定してます、えー、アップデート後に、えー、新感触進化レベル制限を超えた武将の武功は手紙にて変換されます、まあ、これ簡単に平たく言うと、えー、感触によって、えー、各武将の、えー、上げられる、えー、星の制限があるよということで、まあ、一番大きいのはですね えー、一番下の方のこれですね直視から修目の違い今直視でも覚醒部署使えますよね、まあ、それが、えー、見てもらうと分かるんですけど修録から、えー、SSR 部署が無制限になってるので、まあ、そこから初めて覚醒が、えー、使えるよというような内容になってますですねということは 収録まで上がんないと覚醒武将使えないよというような内容になってますではそこからちょっとスキルの紹介ですでまず最初ばきですねえー、スキルの変更です覚醒武将の覚醒スキルじゃなくてスキルの変更で敵攻列に130%の計略ダメージを与えフォースをマイナス1にしますで味方攻列に えー、物理計略攻撃40%アップ効果を付与するよっていう内容なんですけど調整されると、えー、敵効率のダメージが100%に変わってえー、っとですね味方効率の物理計略攻撃アップが20%になりますってことで、まあ、これはあれですね、えー、ちょっとレベルダウンですかね、まあ、ちょっと強かったんで予約したよって感じですね次高渉源ですねこいつもスキルの変更で 敵縦列に30%の計略ダメージを与え60%の確率で目標を一旦くらまし状態にするという内容なんですけどえ味方縦列フォースプラス1あっ飛んでったすいません長領ですね、えー、ターン終了時 15%30%45%60% の確率で優軍効列に不屈状態をつけます で2ターン継続で、えー、毎回戦闘イトで2回発動ターン終了時の、えー、この腹痛状態にする確率っていうのが下がりますではその代わり毎回戦闘イトで3回発動するよという内容になりますで次に転移、えー、ですね定位 これは私も紹介した武将ですけど兵力50%以下の時、えー、爆度状態付与とあるんですが、えー、ダメージ 70%140%210%280% ダメーアップするよとでこれが変わりますね敵軍盾率に180%の物理ダメージを与えるっていうのが増えたのと同時に、えー、自身のダメアップっていうのはパーセンテージがちょっと下がります内容は。 えーうん、280%のダメアップのが最大で200%になるよと次ジークをですね、えー、ターン始まった時に 15%30%45%60% の確率で味方立てずにダメージ65%軽減を付与してたんですけどこれが、えー、確率が 違うな確率が変わったんじゃないですね味方立て率に10パー20パー30パー40%の非ダメージ軽減状態を付与ということでダメージ軽減65%が覚醒レベルによって変わるよとでなおかつダメージ軽減は65%から50%になったよとだかダメージ軽減は確実につけられるよと。 いうことです、ね、まあそれなら悪くないのかな。光月栄ですね。えー、ランダムの敵に軍に、えー、15%、30%、45%、60%の契約ダメージを与えスキル使用した味方のフォースプラス1だったのが味方がスキル発動後ランダムの敵に軍に40%契約ダメージを与えると。あ飛んじゃった。すいません。まあでも攻月栄もなんか。 ダウンししてたたような感じだった気がします、えー、次が両党ですか。えー、これは確か25%の確率でのダメアップが、まあ、50%だったんですけどそれが確実に、えー、ダメアップが30%つくよと。でも、えー、相手に与えるダメージがパーセンテージがちょっと変わってます。で孫作ですね。孫、まあ、作が、ね、簡単に言うと。 えー、敵に物理ダメージを与えるっていうのは最大でこの80%までいけるようになったんですけど回復がなくなりました20%の兵力回復がなくなって目標のバフ消しをしてくれますねでダメアップが10%つくよってことでダメアップの最大は前20%だったんで、まあ、ちょっとダウンしたような感じになりますすいませんちょっと途中途中飛び飛びになってしまってしっかり紹介できてない部分はあるのでそこに関しては、えー、武将の えー、覚醒スキルの変更などはぜひぜひちょっとホームページを見てみてくださいとにかく楽しみなアップデートがありますので,であとリセットカードは5枚もらえるみたいですなのでちょっとそれを有効に使っていければなと思いますとにかく大きいのはこれですね、えー、新勢力の芯が入ってくるっていうのが一番大きい内容になるかと思いますので、えー、ぜひぜひ、えー 楽しみにしていてください、えー。今日の動画は以上になります。まだチャンネル登録されてない方、また新しい情報、部署の情報出たりしたらアップしますのでよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。以上です。